はいどうも、えー、にゃんです。今日はね、えー、昨日、決算が発表され、大赤字、大赤字がね、発覚した、マックス村井さんの会社、アップバンクを、一、えー、投資家である、僕の目線から作った、再建計画について、えー、お話をしたいと思います。一通り、まあ、決算読んで、アップバンクがね、こう、崖っぷち寸前なのと、 まあ、あと2年同じ状態なら、まあ、会社のお金がね、底つきちゃうんじゃないかっていう状況なんですよ。だから、まあ、会社の再建はね、まあ、めちゃめちゃ急務だっていうこともあって、一応提案させていただきたいなと、はい、思います。まあ、このままだとね、えー、ま、会社のお金が底つきちゃって、新しくね、株券をまあ発行して、まあ、これ増資っていうんだけど、まあ、延命治療するんだけど、 ま、上場廃止と、倒産までのルートは、まったま、まったなしなんだよな、っていうね、感じ。で、俺が昨日出した動画でも、キッズたちがすっげえアンチコメントを書いてたんだけど、そんなに村井さんのことが好きだったら、麻雀つもつも課金して、アップバンクストアで物買って、証券講座開いて、アップバンクの株買って応援してあげなよ アップバンクの株なんて100株で6万何千ぐらいなんだからまあキッズたちのお年玉だったら買えるんじゃないのでまあ俺が考えたアップバンク再建計画について今からえ発表するまず、えー、1番目マックス村井さんと宮下さんの、えー、取締役解任これはなんでかっていうともう業績不振の責任よ まあ、ここ数年ね、まあ、パズドラとモンストで稼がせてもらってたけど、それ以降アップバンクのさ、金になるコンテンツを一つもこう生み出せずに、会社のお金をね、マージャンだの、ゴルフだの、で、ただ浪費するだけ。ああ株主のね、財産を既存した責任取って、辞任するべきだと思う。で、まあ、これにはね、ちゃんとした裏付け、まあ、案があって、 で、みんなご存知のね、タカラトミーっていう会社があるじゃん。あそこも、まあ、代々創業家が、まあ、社長をやってたんだけど、ベイブレード以降、なかなかヒット作に恵まれずに、業績不振に陥ったことがあるのね。で、そこで、まあ、外部から外国人の社長をね、招聘して、黒字に v 字,回 v 字回復した歴史があるんだよ。赤字から黒字になったことがあるのね。 で、だから、マージャンツモツモやリンゴルフみたいな役員たちの趣味にお金を浪費するんじゃなくて、徹底した組織改革とコストカットを実行できる有能な経営者を外部から呼ぶべきだと思う。で、そうすればアップバンクの強みは強みで残せるし、で、弱みは弱みでスパッてこう切り捨てることができるからね。そうすると、 アップバンクの業績が回復して、ね、社員だって喜ぶし、株主だって喜ぶ。ね。これもみんなが幸せになる方法だと思うのね。で、続いて2番目。え、アップバンクストアの全店舗閉店。で、ネット通販に力を入れること。で、これもね、わざわざ今さ、あのー、実店舗に足運ばなくても、 商品ってさ、ネットで買えるじゃん。で、消費者はわざわざ外でスマホアクセサリーとか購入しないで、なんか Amazon とかで買ったりするのが結構多いのね。で、アップバンクの看板のさ、マックス村井さんのコンテンツ力も、もうピーク時よりはもう落ちてるわけじゃん、実際。再生数とかもそうだし。ね。だ採算が全然取れてない、アップバンクストアを存続させる意味はないよ。 でそれよりも少しでもねお金になってるアップバンクネットとかあと広告事業とかに、まあ、人的資源っていうのを集中させてで稼ぐべきだってで最後にね、えー、3番目でアップバンクの本社をね西新宿のビルじゃなくてもうどっかあの東京にある小汚い雑居ビルに引っ越すべき 少しでもね、あのー、賃貸料、家賃を減らすことで、業績不振でね、多くの株主の財産をね、既存したことについて、反省するべきだと、えー、僕は、えー、思っています。まだ、あの、ちょっと他にも、まあ、その、ね、ほ、まあ、他にもなんか案はいろいろあるんだけど、まあ、一番そのなんかね、メインになりそうなのは、この3つなのかなっていうことで、 僕は今回ですね、動画で提案をさせていただきました。まあ、これを聞いてですね、まあ、皆さんがどう思うかに関しては感想の方をですね、ぜひね、あのコメントに書いていただければと思います。もし、この動画見ていいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ミズニャンでした。